もう甘いだけのプリンに戻れない。今宵は将棋ファン必見のおやつが登場です。この番組は中部電力の提供でお送りします。行きつけ静岡ご飯、ここ天倉坂下に牧之原市が地産地消を進める勝負飯プロジェクトから生まれた行きつけメニューがあります。抹茶のプリン、贅沢に抹茶粉を入れるっていうこととダイナモンカノコを入れることで食感とあと甘みのアクセントができまして、リピーターも多くいただいています。実はこの抹茶のプリン、将棋の第63期王位戦第5局で勝負おやつになりました。ということで期待たっぷりに蓋を開けてみると、いい香り。口当たりはやや固めの昔風プリン、抹茶感たっぷりで中に入るかのこ豆に甘さの演出はあるものの渋い大人味。なるほど、勝負おやつになったのもわかる気がします。